こんにちは。メガサブの地球をきれいに140回目です。はい。今日はですね、いつも BMX とかスケボーとかちょっと遊びに来るときやってる場所なんですよ、この目の前が。で、この前が公園なんですけど、昨日ね、ちょっとスケボー、昨日じゃねえか、まあ、スケボーやりに来たときに、その前日なかった。すごいことが起きてたんですよ。なので今日はそのゴミを拾いに来ました。で、はい、何が起きてるか分かります？公園のフェンスなんですけど、これで、この間来た時ちらっとなんだよと思って見たんですけど、誰のゴミだかって分かりますから、これ郵便物で名前書いてあるやつも一緒に捨てたんですよ。っていうことは、これを正直届け出ればその人のとこに不法投棄で警察行きます。でも、まあメガサブさん過去にいろんな経験してますけど、警察言ったところで俺が事情聴取で2時間も3時間も時間取られるだけで、このまま別に片付けるわけでもなく、その人のとこに行ってもいや捨ててないって言われたら終わりですね。なので面倒くせえことしません。これひどいでしょ、これ家庭ゴミだから、これ全部ね。なわけでメガサブが拾いますからね、これ。はい、メガサブさん拾いまーす。はい、ダイナミック、ダイナミック侵入。ちっちゃい子供がいる家庭なんじゃないの、ちっちゃい家庭がいる、ちっちゃい家庭、ちっちゃい家庭、ちっちゃい子供がいる家庭なんだね。ビル袋2枚しか持ってきてない入ったな。まあ一応ちっちゃいゴミだから、まあカンカンとかもあったら、虫除きやってくれよかった。会社の名前も入ってたから、会社の名前今ね、現在屋、現在屋の会社の名前も入ってたから、電話だ。はい、そんなわけでとりあえずこんな感じにしました。で、2袋とこれペットボトルと缶は、これ多分常習犯だよ、これ。これ常習犯。ちょっと待って、袋持ってこなかったらこれ違う日に俺拾いに来ます。なわけでね、一般ゴミなんだけど、故意に捨てたのか誰かが持ってきたのか、カラスが持ってきたのか、もう分かりませんけど、分かんねえ。まあいいや、まあ、ちょっとイライラしてます、メガサブさん。この状況を見てイライラしてますけど、140袋目終了です。カー来るんですね、こういうのやりながら。なわけでこれ、少なからずこのゴミの中に2人の住所と名前が書いてある封筒がありますからね。こういうので、なんとも言われたらどうすんだろうね。てかこういうのでうちらが通報したら、行政もしっかり動いてきちんとね、あの50万円以下の罰金取れって感じ。はい、なわけでご視聴ありがとうございました。